1860年の写真、サー・トーマス・アスキン・ホランドは、イギリスの法学者、主に国際法の分野で活躍した。日本では、豊島沖海戦の際に発生した、コー・ノボルゴー事件において、日本側の国際法上の正当性を主張したことで、知られる。ホーランド、ホルランドとも、古くは、イニシャルの TE から GE ホルランドと表記されたこともある。 イングランド南東部、ブライトン出身。ブライトン校を経て、オックスフォード大学ベイリアルカレッジ、マグダレンカレッジに学び、1863年以降、弁護士として活動した後、1873年にオックスフォード大学へ教職として戻った。教授職を退いた後も、オールソールズカレッジのフェローとして残ったが、1910年には、教授職に復帰している。 大哲学、国際法を等の研究に従事し、1889年から1890年にかけて放映した金子健太郎には、日本の条約改正のアドバイスを行い、国際広報界でも、日本の立場や金子の活動を支援した。日清戦争の講師となった1894年7月25日の、豊島沖海戦の際に発生した、河野ボル号事件では、 巡洋艦、何和の国際法上の正当性を主張している。1906年に行われた、ジュネーブ諸条約の改定に関して、助言を行った。1917年には、ナイト尺を与えられている。タイムズ2881年から1920年に、至るまで40年間寄港を続け、これをまとめた著作として、レターズ・ツー・ザ・タイムズ・アポン・ウォー・アンド・ニュートララティがあり、 こうのぼる号事件についても同著に記されている。他の著作としては、studies in international law, the laws of all on land, the elements of jurasprudence 等を残している。1926年、オックスフォードで死去。ありがとうございます。